トヨタプリウス VS トヨタアクアどっちが買い？徹底比較344。新型プリウスの需要が落ち着けば、アクアが販売の位置に返り咲く可能性も。また、アクアは営業車などに使う法人ユーザーのニーズも高い。そして法人が営業車を購入するときは、車両価格が200万円以下の5ナンバー車といった条件のつくことが多い。となれば、プリウスは対象外になりやすい。特に新型プリウスで価格が最も安い E グレードの価格は242万9018円で、仙台プリウスで最も安かった L に比べて約20万円の値上げになった。現行型のプリウス E はバイビーム式レッドヘッドランプを標準装着しており、リチウムイオン電池の搭載と走マッテ JC08 モード燃費は 40.8 クミル。世界的に見ても最高峰の燃費性能だ。仙台の L グレードは 32.6 クミル。なので実質的な価格上昇はリチウムイオン電池を含めて8ケラ10万円だが、法人の購入では上級のメカニズムや装備はあまり考慮されない。高型の価格が値上げされると分かった時点で、仙台プリウスの E グレードを駆け込みで買う法人も見られた。そのような背景もあって、今では多少なりとも安さを重視するなら、アクアという選択肢になる。この他アクアは、5ナンバー車とあって、レンタカー、カーシェアリングなどの需要が多く、プリウスとは直接競争しにくい面がある。少なくとも国内市場に合っているのはアクアだから、新型プリウスの需要が落ち着けば、アクアが再び国内販売のナンバーワンに返り咲く可能性が高い。商品力と価格バランスを考えると、新型プリウスが買い得。ただし、機能や装備と、価格のバランスを比べれば、アクアが必ずしも優位とは言えない。アクアの価格は、プリウスよりも安いが、機能や装備も削られるからだ。プリウスの S グレードとアクアの S グレードの価格を比べると、プリウス S グレードが59万2036円高い。しかし、アクア S グレードにはプリウス S グレードに標準装着されるサイドアンドカーテンエアバッグ、バイビームレッドヘッドランプ、スマートエントリー 4.2 インチ TFT メーターなどがオプション設定になる。これらを価格に換算すると、プリウス S グレードの装備はアクアS グレードを34万円分ほど上回る。となれば約59万円もの価格差は、実際には装備の違いだけで約25万円に縮まる。25万円でボディが拡大されて、室内も広がる。エンジンはアクアは 1.5 リッターだが、プリウスでは 1.8 リッターに拡大。しかも JC08 モード燃費は、アクア S が37 クミル、
プリウス S は 37.2 クムル音、ボディとエンジン排気量を拡大しながら気になる燃費や値はほぼ同じだ。さらにプリウスは現行型でプラットフォームを刷新。アクアのリアサスペンションはトーションビームの車軸式だが、プリウスはダブルウィッシュボーンの独立式で、走行安定性と乗り心地のバランスもプリウスが上回っている。こういった商品力の向上と25万円の実質価格差を天秤にかければ、客観的にはプリウスが買い得だろう。もちろんアクア S グレードにもメリットはあり、車両重量はプリウス S グレードに比べて 280kg 軽い。運転感覚が機敏で、峠道などを走るとアクアの方が運転が楽しく感じる。それでも走りなどに特化させず、一般的な評価をすれば、プリウスが機能をバランスよく高めて買い得だ。特にアクアは後席と荷室が狭めで、実用的に5ドアクーペ的な車となっている。4名で乗る機会があるユーザーには、プリウスを推奨したい。